こんばんは。外羽根かわいい。イエーイ、外羽根にしたよ。外羽根このやり方で合ってるのかどうかは置いといて、まあ外羽根って分かれば嬉しいですね。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム4県人の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。イエーイ、お話し会楽しかったね皆さん。イエーイ、めっちゃ久しぶりのお話し会だった気がする。半年以上ぶりで2日連続あって、昨日はチェック柄のワンピースみたいなやつ着て、今日はブラウス着て、まあ写真はインスタやツイッターに載せていますので、よかったら見てください。まあ、ちょっと若干眠いね。いや本当にね、楽しかった。やっぱ公演とかイベントとかショールームとかね、コメントとか画面越しにあったりとか、ライブでなんかステージからあったりとかねしてたけど、おしゃべりするっていうのはね全然なかったので、お見送りとかでも声出せないから、あのね、久々のに皆さんの声を聞けてお話できて、一日4部ずつだったんですけど、もう全部あっという間で楽しかったです。そうです、本当に楽しかった。今日は久しぶりに一人でさっき TikTok 撮りました。あの お話し会の洋服で撮ろうと思ったんですけど、着替えたんでこの白 T で TikTok 撮ったよ。最近はメンバーと TikTok を撮ることが多かったので、そうだいぶ久々なんですけど一人であれするのは。まあよかったらいいねしてください。コメントも待ってるよ。大人っぽくなったね、イエーイ、二十歳になって大人っぽくなりました。こちらこそ楽しかったよ、直接お話できてよかったね。私もうん、今全部白い白 T やしね。おしゃべり会元気出ましたか？いやめっちゃ元気出た。やっぱなんか直接会うと皆さんいいことしか言わないっていうか、あの褒めてくださるっていうか、ありがたいお言葉とかたくさんいただきますし、なんか皆さんの近況とかも聞けたり、
なんか普通にたわいもない世間話ができたりとか、あのね、本当に本当に楽しかった。るっちゃん今日は21歳。そう、よよよよよよるかちゃんの誕生日だからさっき LINE しました。ほっこりするね。楽しかった。久々すぎてまだまだ話し足りなかった。いやほんとそれ、なんかめっちゃあっという間なんですよね。ブチって切れるんで、間もなくですから結構早いんですよね。結構お話し会は生誕祭行きたいよっていうことと、麻雀やってるみたいな会話と、あとはね、あ、公演、行ちゃんせりちゃん公演についてとか、あとはいつぶりだよとか、そんな感じのですね。生誕申し込み明日からかな。あ、もう明日からなんや。そっか、もう1週間前とかですもんね。あとなんか普通にコンサート行ってたけど、その後のお話し会参加できてなかったから、コンサートについて話したりとか。結構本当に初めて来ましたとか、トップ目取れるかなっていう番組見て来ましたとか、びっくりと思ったけど、そう、初めましての方も結構いらっしゃって嬉しかったですね。確かに小中学生もいます。ああ、小中学生の方お話し会になってから話してないですね。握手会の時は結構あの私より年下の方とかいらっしゃってたんですけど、お話し会ってなるとやっぱ年上の方の方が多いかも。同い年とか。お話し会ってなんか皆さん車でやってたり、外から参加したり、いろんな場所からね参加してたりして、あとお家であれするのがあれだからカラオケに来ましたとかね。仕事の合間ですとか、これから仕事とかね、いろんな皆さんの状況が見れて嬉しい。普段握手会だったらね絶対そういうこともできないし、いいよね。オンラインはオンラインでいいなと思いますね。まあ、直接会って、今握手はできなくてもね、直接会っておしゃべりする方が、あのタイムラグっていうか時差とかがないからね、まあいい、やりたいなと思うんですけど、まあ、だけど、はい、いいですね。
食に来なくなっちゃった人とかいる。どうなんやろ、来な、だけどあの最初の方のお話し会はなんかどんな感じかわからんかったから参加してないけど、なんか今回お話し会は初めて参加したとかっていう方もいましたし、あ、海外の方も結構ね多かったかも今回。いや、いつも通りかな。いやでも海外の方も結構参加してください。紙とかに文章を書いてそれを読みながら私に伝えてくださったりして素敵と思いますね。海外の方日本語で頑張ってなんか話そうとしてくださいます。セリカの母国の方とかもいた。私の母国って日本ですよね。あれそういうこと。あの今日あの七瀬に写真撮ってもらったんですけど、なんか写真撮ってもらってる時にハーフみたいみたいな、外人さんみたいみたいな言ってくれたんですよ。嬉しいみたいな言って、そしたら全然クォーターでもいけるよねって言ってた。今日は空き時間はね七瀬とね美味しいもの飲みました。あ、お酒とかじゃないですよ。そうなの、比率下がってない、ハーフみたいって言ってたのにクォーターでいけるんじゃないみたいな、面白いよね。お酒でもいいや。いやいや、お話し会の休憩中にお酒飲んでたら嫌でしょ。飲んでないよ本当に。セリカ赤くなりそう。どうなん、なんかそんなにめちゃめちゃ酔うぐらいまで飲んだことなくて、全然いっぱい飲んでも別に赤くなったりとかていうかあんま変わらないですね。顔には出ない。ちょっとなんか眠い感じにはなってくるけど、ダンダダン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 。言うとめっちゃ喋るとかない？全然変わらないか。そんな 5% とかのぐらいまでのしか飲んだことない気がするので、 9% とかの飲んだらちょっと分かんないですけど、そういうのは別にね飲まなくてもいいかなと思う。まだ二十歳なんで。
そうですね。今日の飲み物はお水、お話し会の会場からもらいましたお話し会中に1本飲み切って、帰り際に1本もらってきたイエーイ、ダダダーン。常温、なんか冷えてるお水と常温のお水が置いてたんで、常温を取りました、いただきました。そう、お水とか、お水はなんか持って帰っちゃうんですよね、いっぱいあったら。今日は目に異物を入れました、カラコン。わかります？今日朝というか昨日も今日も朝一部からだったんですよ。そしたら眠すぎて、なんか朝 7時ぐらいとかに起きたんですけど、7時ぐらいからメイクして、もうね、メイクする前にこう入れてしまった方が、後で入れたらメイク崩れちゃうから、あの入れる時に擦れてね。だからもう一番眠い状態の時につけたら、もう眠すぎてあくび止まんなくて入らんかったコンタクト、やばい眠い眠いって思いながら、本当に苦労したよこのコンタクト入れるの。まあ普段あんまつけないんですけどね、めっちゃ乾燥するしね。もうまばたき増える、もうコンタクトしてたらめっちゃまばたき増えません？取りたい早く。もうネイルも取ったっていうねなんか秋っぽい色のカラコン、カラコンじゃない、マニキュア塗ってたんですけど、取りました。コンタクト用の目薬おすすめ。私ね、あのなんか目薬、コンタクト別につけてもつけなくてもどっちでもいいよみたいな、これつけてるんですけど、これどう思います？なんかスースーするやつ買おうとしたんですけど、優しい差し心地って書いてたから、なんか全然スースーしないんですけど、まあどっちでもいいんですけど、これどう思います？なんか薬局の一番手前にあったから取ってみたんですけど、目薬あんま分かんないから何がいいか。どうなんだろう。なんかおすすめのコンタクトつけてる人でおすすめの目薬あったら教えてください。コメント DM とかで、これなくなったら買います。もうなくなるまでめっちゃあれ量あるんですけど、私目薬本当に使わないんですよ普段。でもコンタクトつけてるときは乾燥しちゃうからつけてて、そしたらこんなになくなって、私的にこんなになくなってるの初めて。スースー系がいい、いや
どうなんだろう、なんか痛すぎるのはやだ、ほどほどになんか効いてるなーって分かる感じのやつそんなんないか。本当は眼科行ってもらえるやつがいいよ。あ、そう、私眼科行かないといけないんだった。9月ぐらいに来てくださいって言われてたけど10月になっちゃった検診みたいなやつ、検診っていうのもちょっと分かんないけどびっくり。そう、なんか最初に私コンタクトとかほんとつけたことなくて、真面目に学園のとかでコンタクトカラコンつけたりとか、まあ一回つけてみたいなっていうこともあったけど、初めてでどういうのが合うか分かんなかったりしたんで、眼科に初めて行ったんですよ。いや人生で初めてでは全然ないんですけど、そのまあ行ってみたんですね。そうしたら、そう最初の1、2ヶ月ぐらいはもう定期的にこの週の間に来てくださいって言われたら絶対にその週の間に行ってたんですけど、まあ、そこからもうあとはじゃあもう半年後ぐらいで大丈夫ですって言われて、あ9月ぐらいかと思ってたら過ぎちゃったもん。気がついたら10月になっていた。まあそういう時もあるよね。まあ今度行くんで、目の視力落ちたの大丈夫だった。私視力こっちだけなんか悪い気がする。でまた次眼科行ったら視力検査しようか。いつでも行けるように眼科のカードは持ってるんですよ。一応入ってるんですけどね。ひひひ。今日のメイクはいつもピンク塗るんですけど、今日は大人っぽい感じのブラウスを着たということで、ちょっと暗めのブラウン、目ブラウンみたいなやつで、下は軽めにキラキラを少しのせていきました。今日はコンタクトをつけてるだけあってメイクはとても薄め、薄めです。今日はね、昨日とかはちゃんとファンデーションとかアイラインもちゃんと目のこの先から端まで引いてたんですけど、今日はファンデーションを塗らず下地とパウダーだけでいつものお休みの日のメイクみたいなにアイラインもこの半分だけ引いていきました。もう全然何も変わることなくいけましたね。まあカラコンがでかいですね、メイクあんましなくていいのは。そう、眠たかったかっていうのもあるし、なんかね、マスクするじゃないですか、出かけると。どうせよれるからさ、よれるんだったら、ね、よれてるぐらいだったらつけない方がいいかなみたいな。マスクにファンデーションつくのも嫌なんで、マスクにつかないファンデーションって言ってても多少は擦れてついちゃうからね。だからもう下地と、最近はクマがひどかったコンシーラーと、あとは透明のパウダー塗ります。そう、そう、上半分
ここから半分もね、ここだけメイクしてた、なんとかいけるよね。イエーイ。40分ぐらいになったらランキングを読みますので、お時間になったらまたコメントください。リップはいつもの、そう、リップは赤リップっていう B アイザー、こちらです。かまってピンクっていう色です。なんか秋じゃないですか。もうそろそろ、ついにブラウンリップが欲しいんです今。だからちょっと探してます。まあでも私はマット系のリップよりかはちょっと潤ってる方が好きなので、このシリーズでブラウンがあったらブラウン欲しいなって思います。荒れないしね、これは。プチプラのリップでいいですね、ブラウンだったら。あんま秋冬しか使わないから。あとはでもね、この前ロフトに行ったんですけど、なんかめっちゃ化粧品売ってて、リップとかブラウンリップ欲しいと思って見たんですけど、なんかもう結局何がいいか分かんなくて帰ってきちゃったんですよね。そうなんですよ。あ、ビーアイダーにブラウンオレンジみたいなのあったよ。見てみようかな。ブラウン秋は若干なんか茶色すぎない感じの赤みがかったブラウンがいいんですよね。あと冬になったらボルドーみたいな紫っぽい深い赤っぽい色をつけたくなるよね。私ね、今化粧ポーチの中に入ってるのが結構明るいピンク系なので、これは自然なピンクなんですけど、ショッキングピンク系の感じが多いので、ちょっとね探したいね。タン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 タタタン。ショッキングピンクやばないか。ショッキングピンクって言ってもこのピンクの中で表すとこんな感じの色、こんな色ですかね。これ薄すぎるもんね。なんか汚れてんねんけど、衝撃。うわぁ、これ毎日使ってるからまあ汚れるよね。なんかわぁ、こういうの見たらめっちゃ気になるんですよね。気になる。ここは大丈夫なんだけど。だからさ、携帯ケースとかでもなんかちょっと傷入ってたり、角がちょっと擦れてたりとか、縁の部分が白かったら黒くなってたりとかするのがめっちゃ気になるから、すぐ変えたくなっちゃうんですよね。
とかも今キャンバス素材っていうの、なんか布みたいな使ってるんですけど、あのレザーとかそういうんじゃなくって布、いや布は布か、なんかわかります、なんかそういうの黒いやつ使ってて、なんかすごい全然使ってなくてもそんな長い期間使ってるつもりないのになんか白いのがついてたり、すごいね、服によっては毛がついてたりとかめっちゃ気になるんですよね。でも取っても取ってもくっついてくるんで、そういう汚れみたいなのが、だからねもう気にしてないんですけどね、まあちょっとまあ気にはなるよね。大型だよね。まあね、変なとこ几帳面な大型です。んーダン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 。今日はね見たいのがあるんですよ、テレビ。まずオオカミちゃんでしょ、オオカミちゃん見てアベマでね、あとガールズプラネットは昨日途中まで見たんですけど寝ちゃったんで今日はその途中から見ます。10話かな、ワクワク。ていうか今日ねドラマ始まるんだ、新しいの、なんだっけ、日本沈没みたいな日曜劇場みたい私。あとはなんか犯人、真犯人みたいなやつ、なんだっけちょっとタイトル忘れた。そうちょっと怖そうだけどね、あれは日本昔話じゃないんだ、日本昔話、昔なんかさ昔っていうかあの朝にやってたじゃないですか、あれおばあちゃん、そう一緒に見たことある。日本昔話いいですよね、面白い。日曜劇場といえば半沢直樹だよ。そうなんですよね。めっちゃ髪型褒めてくださる皆さん、外羽ねってタコさんウインナーみたいって言われるんですけど、まあ確かにタコさんウインナーにしか見えないんだけど自分でも、でも外羽はこの長さが一番似合うと思うんですよ、もうちょっと短くて可愛いと思うんだけど、そうだからね嬉しい、外羽を褒めてくださってありがとうございます。でも皆さんは優しいので何やっても褒めてくださるんですけどね、本当にありがとうございます。焼く前のたくさん、たくさんじゃ、焼く前のタコさんウインナーじゃない、でもタコさんウインナーって赤いよね焼く前から、もうこの感じとかめっちゃタコさんじゃん、こうやって周りにこうやった、タコさんウインナーの出来上がり
お弁当に入ってそう。ああ面白い。焼いた後、あ焼いた後。あそっか、焼く前はピョーンってなってないんか。焼くからこう広がってタコになっていくみたいな感じね。じゃこれ焼き上がった後だ。タコさんウインナー肩にこう乗せたらもっと跳ねるからね。あめっちゃタコ、もうタコにしか見えない。これでこれで口を尖らせたらタコ。ちょっとこれが気になる。ただの変顔みたいになりましたけど、はい。いやーでもいい感じにね髪が伸びてきたので、この調子であと少しだけ伸ばしたいと思います。というかもう最近めっちゃ毛先が痛み始めて、もうやばやばちゃんなんですよね。タタタンタタ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 タ。生誕祭で髪型はどうしようかなって思っていますが、私の中で今2択、外羽かポニーテール、この2択となっております。アンケート取る、アンケートやってみます。あ一応40分でございます。あありがとう教えてくれて。ポニーテールが好きか外羽が好きかっていうアンケートってどうやってやるんだったっけ。あ投票ね、 OK。 じゃあ1が外羽ね、2がポニーテール、どっちが好きですか。1外羽、2ポニーテール、ちょっとポニーテールむず、ポニーテールかっこ高め、1か2どっちが好きかな。まあ下ろしてるか上げてるかの差ですね。1が外羽、2がポニーテール。さあが多いんでしょうか。なんか見てる感じだと両方多い気がする。投票できましたか皆さん。じゃあ締め切っていいですか。締め切りますよ。はい。ポニーテールの方が多いんや。へえ。ポニーテール、2番のポニーテールが 62.9%、 1番の外羽が 37.1%。 なるほどね、ポニーテールの方が人気なんだ。でも確かに皆さんは
パフォーマンスしてる時にこうポニーテールがこうゆらゆらと揺れるのが好きっていう方多いですもんね。ポニーテールが好きですってよく言ってくださりますもんね、よく。まあこれはあくまでも参考にさせていただきます。ありがとうございます。はい、久しぶりにアンケート投票機能を使った。あ、そう、40分過ぎた。じゃあランキング読みます。13位、幻アット、今日も可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、中心アット、超大盛りうなとり丼、今日も真っ白ちゃんだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、中心アット、お話し会お疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、社員アットチームカピバラ、書いてないけどと書いてみたさん、ありがとうございます。イエーイ、書いてくれてありがとう。9位、みなちゃんアット、お話し会楽しすぎたさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、吉本レッツアット、やっぱりセリちゃんがナンバーワン、セリカラブーさん、ありがとうございます。嬉しみず。7位、マッチンアット、外羽セリカちゃんかわいいよさん、ありがとうございます。外羽好きです、私も。6位、7番目のおっさんアット、ショールーム配信面白かったさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、圭一郎アット、セリちゃんのお話し会面白すぎたわらわらさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、アッツアット幸せリカさん、ありがとうございます。幸せリカ。3位、おうおうおう、ちょっと待って、はい、3位、ひであきアットセリちゃんお話し会ありがとうさん、ありがとうございます。こちらこそありがとう。2位、淡路の黒ひょうアットセリちゃんとお話しして元気が出ましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして今日の1位は赤いゾウさんあとチームメイトヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。イエーイ、今日も皆さん見てくださってありがとうございます。はい、じゃあ10分ぐらいアフタートークして20時には終わりたいと思います。はい、全員書いてる日は来るのかね。確かに今んとこね、全員一か全員書いてたみたいなことはね、あんない気がするね。ちょっとわかんないね、でも覚えてないけど、でもほとんど書いてないけどって一回は言ってるね。はい、でも今日は比較的書いてる方多くて嬉しかった。タンタタン、フフ、あとで TikTok 更新してメール送って、ドラマ見て、アベマ見て、
お風呂入って寝まーす。明日は何もないので私はとりあえずお昼ぐらいまで寝たいと思います。そう、昨日と今日は珍しく早起きだったので本当におねむさんです。昨日も早起きでなんかというか早起きすぎてっていうか早起きだと起きれるかなみたいな不安で全然深い眠りにつけないんですよ。いつも緊張して起きれるか遅刻が怖すぎて。そうだからね、そうなの。だからこうねちゃんとずっと寝るっていう日はね大事なんですよね。でそう昨日も全然寝れなかったから結局お話が終わって帰ってきてから1時間ぐらい寝てしまって、で夜遅くに寝て、でまた明日起きれるかなみたいな不安で今日もあんま寝れなくて、でっていう感じだったので、まあ今日はね昨日よりは 寝れた気がするんですけど、まあそうなんですよね。今日はいっぱい寝ます。とりあえずイエーイ。そう明日はあれ FM 大阪ラジコに出ます。収録してたのが放送されます、月曜日だから。献血についてお話ししたり新曲についてもお話ししているのでぜひ聞いてください。お話し会そんな緊張する？お話し会はもう楽しみしかないんですけど、その遅刻間に合うかなみたいな。このヘアアレンジもメイクも全部自分だから、そう朝早いし間に合うかなみたいな、その辺がねちょっと緊張しますね。そうで始まってしまったらあっという間に終わっちゃうんだけどね。てんてん。ねえ、そうですね。化粧に何分かかるの？今日は23分ぐらいかかったな。本当に適当な日は10分ぐらいで終わるんですけど、今日は一応丁寧にコンタクト入れるのに時間かかったんですよ今日。なんで23分ぐらいかな。はい、イエーイ。すごい、コンタクト3秒でつけれるよ。めっちゃ上手な方いますよね。撮るのも一瞬、鏡見なくても撮れますみたいな。それがすごい。私はもう本当に怖くて、入れるのももうめっちゃこう丁寧にまぶたをこう開けて、でうわーって思いながら入れるんですよ。外す時はでも慣れた、だいぶ撮れるようになった。でも全然できないんで、絶対鏡見ないと無理なんですけど、普通にこ無理、こんにゃーってなっちゃうから。撮るのも前は本当に
片目5分ぐらいかかってたんですけど、でも今は1分もかからない。つけるのがね、なんか今日なんか眠すぎた、今日眠すぎたからもう全然くっつかなくて、もう指にしかくっつかなくて、本当にね苦労したけど、まあよかった、ついて。でつけた後もなんかもう眠すぎたからもうなんか瞬き止まんなくて、一回外そうか悩んだんですけど、でもなんか馴染んできたんで、もうつけたままにしちゃいました。イエーイ。もったいないしね、あるんだからつけないと。どちらの化粧が一番時間かかりますか？あ、お化粧、私はアイシャドウを持ってる時間が長い、まぶたに塗る。バランスを見るのが時間かかりますね。前は眉毛に時間かかってたけど、なんか最近はこう隠れてるんで、結構雑です。だだだんだん、じゃあね、終わろうかな、そろそろ。次はいつ配信しようかな。まあまた空いてる時に配信します。今日も見てくださった皆さんありがとうございました。オンラインお話し会も2日間本当にありがとうございました。次は11月3日よろしくお願いします。じゃあまた17日の申し込み始まったら皆さんぜひ来てください。また明日の FM 大阪のラジオ聞いてください。では今日もありがとうございました。またね。